全くどんな違う。外れた人から多いけど、自社それで買うとか買うとか。とりあえず申し込んで。皆様、大変お待たせをいたしました。本日は最後の国だけ6752年生さよなら運転にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。本日車内のご案内役を務めさせていただきます、名古屋鉄道営業部の川尻と申します。本日皆様が有意義な日をお過ごしいただきますよう、車内の日常をお手伝いをさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは本日の予定をご案内させていただきます。この列車は北山駅の終わりの駅で折り返し終わりの駅でご案内させていただきます。終わりの駅で熊崎駅に到着後は、この列車は終わりの駅で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 は扉は開きませんのでご注意ください。車内にて約1時間30分ほどお過ごしをいただきまして、再びこの列車に乗車をいただきます。新車は12時50分ほどに出発する予定でございます。お帰りの列車は尾張瀬戸駅と北山駅にて折り返しに、再び尾張瀬戸駅へと向かいます。尾張瀬戸駅は14時50分ほどに到着予定でございます。その後お帰りさんと乗せていただきます。本日の予定でございます。検査場内での運転の状態の話は、今ほどお配りをいたしましたお手元のご案内をお待ちください。ためこの場をお借りしまして、この6750件につきましてご紹介をさせていただきます。6750系は1986年に設立した江戸線共同車両で、物理化学駆動方式と呼ばれる緊急式の駆動方式を採用しております。モーターから直接出力を送ることから、多くの番組仲間に参加されましたが、車両の動機検査などから2011年には現世の人たちに6年たるかの運命を決めていた新車体が。